まりました第1回乳首自慢選手権さあ今回も始まりましたというか今回が初めての大会となりますが、今回は、こちらの3人にお越しいただきました。じゃあ端からちょっと自己紹介をしていってもらいましょう。釣り目です。陸王です。ありがとうございます。ということで今回は釣り目さん、陸王さん、エイジさんの3人に今回はね、皆さん自慢の乳首があるということで、今回はその乳首をね本当に自慢しに来てもらいました。そんな自慢できるんですか？できます。はあ、できますか？見たらすごいですからね。自慢の乳首です。あ、はい。というわけで、じゃあまずは、エイジさんからね、やっていってもらいましょう。では、エイジさん、お願いいたします。題名は、ザ・乳首です。おお。解説いいですか？はい、お願いいたします。やっぱこのイメージは、はい、イメージはですね、はい、日の丸。あ、なるほど。やっぱ僕もともと体の地肌の色がやっぱ白いんですよ。おー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 。で、乳首はそれに比べて綺麗に赤くとてもいい発色をするので、それをイメージして撮りました。あ、はい、ありがとうございました。まあ一人目からね本当にハイレベルな乳首を見せてくれました。さあ、この乳首を超える乳首は残りの二人から現れるんでしょうか。というわけで二人目、リコーさんお願いいたします。はい、僕の乳首。お、見てください、これ。これはすごいですね。題名いいですかね。あ、題名は、はい、細木和子です。うわー、これはよく見てください。はい、ほくろがまるで三角。うわー、これは宇宙の冬の大三角形を表します。あー、なるほど。乳首、はい、これ土星です。うわー、なるほど。はい、ありがとうございました。いや、今回のね2人目、これ優勝なんじゃないかなっていうの出ちゃいましたね。これ超える乳首はさすがに出ないんじゃないかな。ではハードル高くなっちゃいましたけど、最後に3人目、鶴瓶さんお願いいたします。いいですか？お願いします。ドーン、じゃじゃん。タイトルいいです。西向き風速40メートル。これは出ちゃいましたね。まあ説明すると、はい、これ撮ったのは部屋の中で撮ったんですけど、はい、西向きにこんなに毛が、はい、全部ですよ、毛が、はい、なびいてるんですよ、はい、こんな乳首ありますか？ないですね。出ました、満場一致のスタンディングオベーション。素晴らしい、これは。というわけで、はい、もう、まあ最後に審査ということで、では、名前を挙げてもらってもよろしいでしょうか。ブン。なんか釣り目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 以上です。